スウェーデンの国籍マークスウェーデン空軍は、スウェーデンにおける空軍。2009年時点で、現役兵総員約3600人、そのうち徴収兵約900人。スウェーデンの軍事航空は1910年代に編成されたスウェーデン陸軍航空隊から始まる。1912年には、ストックホルム外交のバルタンにて軍用機の初飛行に成功している。スウェーデン海軍は、 バックスホルムの要塞に海軍航空隊を配備している。スウェーデン空軍は陸軍航空隊と海軍航空隊が統合され1926年7月1日に県軍された。1930年代の国際的近況に対応するため空軍は4個飛行隊から7個飛行隊に増強される。1930年代以末までに J5 及び J6 役とファルク戦闘機や J7 ブルドッグ戦闘機が導入されるも空軍は明確な戦略と目標を書いていると批判された。また同じ時期にはいくつかの重大事故が発生しており1931年と1933年には調査委員会が開かれる。1937年にサーブ社が設立されリンシェーピングとトロルヘッタンに製造工場が設けられる。 リンシェーピング工場では、サーブ社発の戦闘機である、サーブ17が製造される。これ以降、国外からも航空機の調達が進められ、イギリス、アメリカ合衆国、ドイツ及び、イタリアから機体を購入する。1939年の第二次世界、大戦勃発時、空軍の増強は継続され、これは終戦まで、継続される。スウェーデンは参戦しなかったが列強からの、 軍事的圧力に対抗するため大規模な戦力を整備する必要に迫られた。スウェーデン空軍は1945年までに15個戦闘航空団に約800機の即時投入可能な戦闘機を保有していた。第二次世界大戦中、スウェーデン空軍を最も悩ませた問題は燃料の欠乏であった。周囲を交戦国に囲まれた情勢にあっては、 輸入に頼ることはできず、国内で産出されるオイルシェールを熱処理して、合成ガソリンを生成した。冬戦争や、バトルオブ、ブリテンの動静は、制空戦闘の重要性を印象付け第13、航空団、リンシェーピング、第14航空団、ハルムスタット、第15航空団、セーデルハムン、第16航空団、ウプサラ及び、第17航空団、カリンゲ、 海軍は6個爆撃飛行隊、6個戦闘飛行隊、3個偵察飛行隊及び来撃飛行隊の16個飛行隊が編成されていた。保有航空機数は1939年の約180機から1945年には約600機に増強されていた。終戦後の1945年から空軍の近代化が推進された。 政治的にもはや時代遅れの旧式機器を装備することは許容されなかった。空軍参謀本部は国外に要員を派遣し余剰となったノースアメリカン P-51 戦闘機をはじめ、デハビランドモスキート戦闘機、デハビランドバンパイア戦闘機を購入し、そして国内開発を推進した。1950年代初頭に、 サーブ29と運乱戦闘機が配備され、米ソ空軍に匹敵する新型戦闘機を保有する。1950年代、空軍はドイツから摂取した構想や技術を導入し、これらを組織基盤に据えた。1954年の調査結果をもとに、基地60計画では推進され、空軍基地の体制が刷新されることになる。冷戦艦、国防費の多くは、 空軍の整備と国用機の国内開発に投じられた。1957年には約1000機の最新鋭戦闘機が第1戦配備され、当時世界第4位の規模にまで成長している。今後動乱に対処する国際連合の支援を目的に1961年から1964年まで第22航空団、今後が編成され、同地に投入される。 式航空監視システムの開発により、近代的レーダーを取得し、継続的な航空監視体制を確立する。1972年に新たな防衛政策が策定されたため、第2航空団、ハーゲナス、第3航空団、バームスラット、第8航空団、バルカビー及び第14航空団、ハルムスタットは再編成され、各種学校に改編されるなどした。 1977年の新防衛政策では、第11航空団、ニーシェピングと第12航空団、カルマルが1980年に解体される。この1977年防衛政策では、新型戦闘機の開発が決定され、最終的に JAS39 グリペン戦闘機として登場する。1982年防衛政策では、第1航空団、 発ソロが解体され空軍ソドルトロンス学校が閉鎖される。さらに1986年の議会にて110機のジャス3 9戦闘機の調達が決定される。1980年代前半から基地90と称する分散飛行場計画が推進され、一部の高速道路は代替滑走路として建設された。これらの道路は長さ800メートル、 幅17メートルの直線道に改修された。これらの道路沿いには給油所や駐機場も合わせて整備された。いまだにこの種の短距離滑走路は国際的活動に対応するためグリペン戦闘機や C-130 輸送機の離着陸訓練に供されている。冷戦終結により唯一で最大の仮想的であったソ連は崩壊し1990年代の防衛方針は 中正を必要とし、多くの空軍基地が閉鎖され、大規模な軍縮が推し進められる。1994年には400機以上の戦闘機があったが2005年には150機足らずまで削減されている。1992年防衛政策で、第6航空団、カールソブルクと第13航空団、ノルチェピングは1994年6月30日に解体される。 1996年防衛政策に基づき、第5航空団、リョンビリヘッドと、第15航空団、セーデルハムーンは1998年6月30日に解体される。2000年防衛政策で、第10航空団、エンゲルホルムは2002年に、第16航空団、ウプサラは2003年に解体される。2004年防衛政策では、第4航空団、 フロソンが2005年に解体される。さらに、ヘリコプター飛行隊の再編成が示唆され、かつて第9航空団、サブが配置されていたサブから、総テネ数に配点され、ヘリコプターの統合運用を目的に、機体は空軍運用から外れ国軍ヘリコプター航空団が新編される。2009年防衛政策では、第21航空団、ルーレオの解体が決定される。 2011年リビア内戦では、スウェーデン首相が3月29日に空軍の派遣を発表し、ユニファイドプロテクター作戦に参加するべく、グリペン戦闘機8機が4月2日に出動し、イタリアのシニョネラ航空基地を拠点にして4月13日から紹介任務に投じされる。当初は4月6日から任務開始の予定であったが、備蓄燃料の規格の問題から展開が遅れていた。 また、サーブ社は将来の無人機開発に備えて脱走ネウロンプロジェクトに参加している。2010年時点では135機の戦闘機を保有しているが、将来は約100機にまで削減される見込み。新型ヘリコプターの発注も進められており、近年中に約40機が調達される。現在のスウェーデン空軍は、 戦闘機については3個航空団が編成されており、ヘリコプターについて、従来は陸海空軍ごとに分かれていたものを統合運用することになり、1998年に国軍ヘリコプター航空団が編成され、空軍管轄のもとで運用されている。基地ごとに航空団が編成されており、航空団励下の飛行隊には航空機定数15機が配分されている。これ以外に、 国軍共通の軍学校である、国軍ハルムスタッド学校や軍上技術学校には、救空軍学校の機能が含まれている。ウプサラ HSSL、ソダーガム FRSN、プロバラマルメンサタナズラダルラヤバイホルマハグシュルト、モーホームカールスボレリドコッピングハッセローザビスビー、ロムドクジューラクビーファーラガンナーンビドッセルホルファース、アンゼルヨクモックティプヘデンロスササトトナコスタナイリング、 ルンビハドアレーブルーカールシュタットモーラアアプテンド、ハルビキンアービザ城ギャラビアバス90基準に拡張、計画された基地、冷戦終結とともに終了した。イコール拡張済イコール一部、拡張イコール計画のミフト時は、航空団などが配置されている主要基地で、それ以外は予備費工場など、以下は2009年時点における内容、以下は空軍所属分の機体、 任務記号スウェーデン空軍の所属機は、正式名称の文字で任務を表しており、数字で機種を表している。任務を転換する場合は文字を変更する。ありがとうございます。